はい、皆さんこんにちは。今回も弁理士のスマート攻略コースのガイダンスというところで、たった180時間で実現と、弁理士試験スマート攻略法学習プラン編をお伝えしていきたいと思います。担当はレックセンに講師の弁理士の馬場伸之です。皆さんこんにちは。はい、前回のね、ガイダンスに今度引き続きまして、今度はじゃあいよいよですね、このスマート攻略コースを使って、どのように勉強を進めていけばいいのかというところをちょっと話をさせていただきたいと思っています。で、まずこのスマート攻略コースに関しましては、前回ね、前回というかの前もう一個のガイダンスで言ってますように、入門講座からスタートしていきます。で、入門講座が終わった後に、上4法ですね、徳、実、意、書、こちらの、攻略講座というか、ここをどう攻めていくかということになっていて、その後ね、論文とかいう勉強に進んでいきます。となるとね、まずはやっぱりこの入門講座を使ってどうやって勉強を進めていくかということがすごく重要になってきます。なので今日はまずそこの話を、させていただきたいと思います。で、まず入門講座って、これからじゃあ勉強を始めていこうというところで、どんなことを目標にすればいいのかというところが重要ですよね。やっぱりゴールがないと勉強しててわからないと思いますから、どこをゴールに持ってこようかというところなんですけどね。最初って気合が入りすぎたわけですよ。よーし、頑張るぞみたいなね、これから勉強やってるねみたいな感じで、皆さんね、フルですね、もう気持ちとしてはもう全力でいくぞって気持ちがあるんですけど、ちょっと抑えましょうね。で、続けなきゃいけないから、長いから先が、だからまず今はちょっと抑えよう。で、まず何をやっていただきたいか、入門講座のね、目標というのは簡単で、これです。まず上ね、これダメこれね、ダメパターン、ダメとは言わないけど、もう勉強したことは完璧だと、予習復習は完全にするんだと、もう分かんないことは一点の曇りもないように勉強を進めていこうっていうのは破綻します。そもそも前回のガイダンスをやっているように、人間ってね、知識蒸発するんだよ。これ忘れる前提を皆さん忘れちゃう、だから、もう昨日やったこと覚えてないとかと思うんですけど、当たり前よ、人間だもの。最近ね、これ私のマイブームじゃないですけど、よく言ってますよ、会社でもね、人間だものって、間違いの当たり前ですから。で、なんで、勉強したことをね、完璧にしていただきたい、予習復習は完全にやっていただきたいというところな、いうところでやっていただくと、ちょっとね、これは勉強大変ということになります。じゃあ、どうしようかというところになるわけなんですけれども、とりあえずイメージですね、イメージができた、できた、ね、とりあえずイメージができた、できたから、できたなと、また後で学習するからいっかと、もうこれぐらいの、感覚で十分です。要するに、何が何でもやるぞとかじゃなくって、何が何でもやるぞっていうところじゃなくって、細かいことはね、気にすることはないですね。細かいことは気にすることはないです。で、とにかくまずは、ここですね、細かい規定にこだわらないよというところで、細かい規定にこだわらず、用語の理解に重点を置いてほしいんです、やっていただきたいの。ああ、先進権ってあるよねとか、ああ、専用実試験とかね、なんかあるよねっていう、まずそこの理解をしっかりしていただきたい。細かいところまでは抑える必要ないですね。で、やっぱそこがね、すごく重要で、皆さんやっぱり、なんですかね、そこ一生懸命やろうとするのはいいんですけれども、いっぱいやっぱりね、覚えてないと、なんかダメだみたいなね、もう本当に完璧にしなきゃダメだってなるんですけど、そこはやる必要ないなというところです。はい。で、じゃあ、他ですね、じゃあいよいよ話にしていきたいんですけれども、でね、前もちょっと言ったと思いますけれども、いいですか、前も言ったと思いますけれども、はい、勉強というのは仕事と違うんだって話を前回のガイダンスではしています。で、勉強の場合はこれ別にいいんですよ、期限日とかあんまり気にしなくていい。勉強したことが評価される。だから例えばね、この少年みたいに図書館で、例えば宿題がこれ今出してくださいって言われてた、学校でね、中学生ぐらいの時思い出してくださいよ。で、一応やったわけ、宿題を。で、最後に仕上げようと思ったら、一生懸命いろんな資料を調べていて、最後仕上げるぞと思ったら図書館休みだった。で、明日調べればもっといいのが完成するぞということになって、先生に相談するわけだ、これもうね、ここまでできてます先生と、明日図書館やったらここの表とかね、こういうのも追加したいんですけどどうですかみたいなことをやっぱ言われた時に、それを過ぎて提出したとしても、例えばすごくいいものであれば、これは全然問題ないと思うんです、勉強していく上で。そうですか、
大学とかだとダメだったかもしれませんけど、レポートとか、中学生とかで、例えばね、始業式に絶対間に合わなきゃいけないかっていうと、実は後で出したとしてもね、ちゃんとやってるのであれば、これはやっぱり問題ないよね。すなわち、ちゃんと一つのことをきっちり突き詰めてやっていくってことが大事なんです。これが勉強の場合ですね。それに対して仕事の場合は違うんだと。仕事は期限日、いわゆる納期があるわけですね。で、この人、システムを作って、いやいやと、ね、ほぼ完成してるんだけど、水曜日に完璧なシステムになるんで、だから月曜日だと、期限が。月曜日から新しい機械を動かしたい。例えば ATM。ね、銀行がよく統合すると、ATM のシステムを統合するでしょう。で、月曜までに動かしてほしい、ね、月曜日に新しいシステムにしてほしいと言われていたのに、いやいや、水曜日だったらいいシステムになりますからって言って、じゃあ水曜日に納品しましたと。これってどうですか？まずいよね、これ。だって月曜と火曜どうなのってなっちゃうでしょ。我々、例えば中間ね、期日もそうですよ。出願期限とか、中間の期限があります。期限日を過ぎてしまうと、最近は救済措置もだいぶできましたけど、でもやっぱり期限日というのはすごく大事で、それを過ぎてしまうと仕事というのはダメなんですね。だからこれは勉強と大きく違うと。どうしても勉強というのは突き詰めてより良いものをやろうとするんですけれども、仕事というのはそうじゃないんだと。で、これがまさに資格試験の勉強が同じ。皆さんは勉強するときにどうしても分からないところを突き詰めようとか、ね、より例えばね、重要だと思ってこうずっとね、時間かけたりするんですけど、それはですね、ナンセンスですね。資格試験の勉強はある程度のところでバチッと切っちゃってください。バチッと。で、やっぱり分かんなければ分かんないで次行けばいいだけです。ここがすごく重要なので、まずそれをね、入門講座では意識してほしいなと、ね、思います。でね、分かんないときはでも気持ち悪いでしょ。どうするかさね、分からないノートをつけるんです。これ、分からなかった。で、それをつけることによって、それをね、時々見直すわけ。何が分かんなかったっけな俺。そしたら、こんなこと分かんなかったのか、こんなこと分かんなかったのかってさ、後で勉強になるでしょ。だそういった意味での、その分からないノートっていうのを見直していただけるといいんじゃないかなと思います。さて、これから入門講座ですね、スマート攻略コース、始めていくに従って、始めていくに、始めて、いただくに従って、従ってじゃない、始めていただくことを前提にですね、ちょっと話をすると、必要なものがあります。で、その話を今日はね、したいと思うんですけど、まずはね、やっぱ条文の試験なので、法律ですね、法律が書いてある本が必要です。これね、法文集と言われているものです。で、条文が書いてある書籍が基本ですね。で、いつでも持ち歩いているようにしましょう。こんな本です。こんな本。で、全部でね、代表的なのは3種類です。3種類。で、全体構造のところの、レジュメにも書かせていただいてますけれども、よいしょ、切り替えが変わった。で、ごめんなさい、これ書けないちゃった。これね、知的財産権保持、これはね、パテックさんと呼ばれるものです。これか、もう一個はこちら、発明推進協会の法文集のどちらかがいいかなと。メリット、デメリットあります。こっちは、これね、PCT 規則っていう、実はこれすごく大変なのがあるんですけど、これが載ってます。で、発明推進協会のは載ってません。それデメリット。メリットは何かというと、これ見ていただくと分かるんですけどね、分かる、字が大きい、こっちの方がちょっと なので、私は結構読みやすいですね、発明推進協会の。昔からこっちを使うことが多くて、ちょっとだけ字違うでしょ、雰囲気が。同じとこ開こうか、37章。ここなんですけど、37章。結構ちっちゃいなと思うし、今。で、これ拡大しようか。これが37条。これが、パテックさんの方で、これが発明推進協会。ちょっと見やすいよね。なので、これはもう好みです。どちらを買うかお任せしますけど、ただどちらかご用意していただいた方がいいですね。それと、基本法文集っていうのは、これね、すごい薄いやつです。これを持ち歩いているって方もいます。同じパテックさんです。あとね、四法対称っていうのも、これパテックさんのやつが一番使いやすいんですが、その徳、実、医、章がね、縦に並んでるんです、条文で。で、すごい使いにくいです、最初は。どこに条文あるか分かんないから。でも隙間が結構あるので、サブノートみたいな形で使っていただくといいかな。いわゆる、落とし込みって言われるものですかね。落とし込みと呼ばれる作業を、これでしていただけると、非常にいいかなと思っています。で、これが、四法対称法文集と呼ばれるやつですね。四法対称法文集と呼ばれるやつです。で、新しいものが毎年出るんですけれども、ただ販売結構秋口なんですよ。
なので、まあ、それまで勉強しないよりかは、もうどんどん書いていってしまった方がいいので、もう今販売されているものをもう使っていただいた方がいいかなと思います。確かに法改正を考えると、法改正後のがいいんですけど、ただ、秋口になってしまうんで、発売が。ちょっとここは気をつけてください。はい、あとはね、青本っていうのがあります。で、条文の意味ですね。どういう趣旨なのかというのが書いてあります。これ必須と思ってください。やっぱいります。で、非常に高価な本で、重い本です。で、最新版は20版と呼ばれるものなんですけれども、一応特許庁のホームページに、ね、PDF 自体はあります。でも勉強なので、書籍版を使った方がいいです。で、ただね、すごい分厚い本なんで、分冊っていうのができます。これね、分冊してくれるところがあるんですよ。で、多分ね、青本分冊とかで検索していただけると、私のブログが引っかかることもあるので、それで見ていただければいいかなと思います。で、ただ過去問集です。で、単刀論文口述っていうのがあります。で、まあ、次のページのところで、これが論文と、過去口述なんですけれども、単刀の過去問ですね。単刀の過去問については、まあ、書店で売っています。で、これ赤と青、これが四法と下三法ですね。上四法と下三法なんですけれども、下三法はいらないです、とりあえず。でも上四法は、もう持ってるだけです。これは早い段階からあってもね、困らないですし、あとね、コレモンって教材がちょっと使うんですけど、入門講座とかに行くと、コレモンの解説って詳しくは書いてないので、そういう問題集ではないので、もし解説ね、知らなきゃ無視していいんですけど、入門の段階は。ただやっぱり知りたいなっていう時は、本読まないとわからないので、一応それを前提に作ってる問題集ですので、ただまあ、お持ちいただいている方がよろしいかなと思います。今年の年度のものですけど、一応来年で使えるところはありますので、また法律変わってしまう部分もあるんですけどね、一応ご用意いただいた方がよろしいかなと思います。で、その他の過去問じゃ、さっき言ったように、まあ、論文とか口述です。で、おすすめは口述です。まず論文はね、もうちょっと後でもいいです。論文は口述は、やっぱね、できるだけ早い段階でこれやるといいです。口述って一番最後だから一番難しいと思うかもしれませんけど、問題としては口述が一番優しいです。これそうだね。問題のレベルからすると、問題の難易度から言うと、口述が一番優しくて、で、論文で単答が一番難しいです。そういうもんです。ただ、解きやすさから言うと、単答が一番解きやすいです。丸バツだけだから。で、口述が一番解きにくいです。だそこで、ちょっとなかなか難しいんですけど、ただ口述の問題集は非常に有効です。で、これ講座の中で説明しますので、ぜひお持ちいただくとよろしいかなと思います。まあ、やっぱりですね、まあ、単刀試験とか論文試験の知識を固めるにも使えますんで、まあ、これはできるだけ早い段階でお持ちいただいて、で、実際空いてる時間とかでやっていただけるとよろしいんではないかなと思います。それから弁理士試験の、まあ、勉強を、まあ、いよいよ開始するということになりますけれども、まずその弁理士試験の勉強、もうこれちょっと繰り返しになりますけれども、まあ、先ほどちょっと言ったように、今までの受験の勉強とか学校の勉強と同じ感覚ではちょっとダメです。例えば考えることが重要かと言われると、まあ、当然重要なんだけど、ただ成果物を考えてほしい。すなわち何が分かるようになったかというところを必ず意識してほしいというのが、この考えることっていうところですかね。それから覚えることは、やはりもうなかなか忘れてしまうので、覚えることは極力絞っていくということが重要です。それからこれが一番大事。100点を目指す必要はありません。だから全部を覚える必要はないので、何を覚えて何を覚えないのか、それをしっかりと明確にしていくということが大事になります。というのが、まず弁理士試験の勉強を開始するにあたってですね。じゃあ、いよいよ講座をね、やっていこうと思った時に、一番最初にやっていただきたいことはスケジューリングになります。やっぱりね、これは通いであっても通信であっても、スケジュールをしっかり組むということがまずは重要です。なので、まずそこをやっていただきたいと。スケジューリングで、スケジューリングに関しては、例えば、まあ、1週間単位で考えていただけるとよろしいかなと思うんですね。例えば、月火水木金土日というところで、まあ、月曜スタートで考えたときに、今週は特許法やるぞと、ぐるんぐるん回ってますけど、特許法やるぞということでやっていただいたら、まずは月曜日に講義を見ていただくと。で、これを例えば毎日1個ずつ見るぞみたいな、そういうカリキュラムを立てていただきたい。で、土曜日に、じゃ1週間の総まとめをしようという形で。例えばこんな形でね、1週間で何個、まあ、見るのかね、講座数を何個見るのかとか、例えば1日2時間ずつ見ればね、2コマずつ見れば、月曜から金曜で10時間見れます。そういう形のスケジューリングをまず自分なりに立てていただきたいと思っています。
でね、入門講座に関してはできるだけ早く終了してください。どういうことかっていうとね、あんまり講座で一個、さっき言ったようにね、一個一個分かんないことを完全潰していくというよりかは、やっぱね、先に進むという感覚で結構です。まず頭の中にイメージを作ることが大事ということですね。入れすぎても知識って抜けてしまうんで、だやっぱり覚えることを絞るということもすごく重要ですね。でね、まあ、1週間をいくつ見るかっていうのを決めていただいて、自分でスケジュールが立てていくと、ね、特許法についてはこの日まで終わろうとか、ね、配信のスケジュールに合わせる必要はないです。自分でそこはしっかりと自分の受講回数からね、ここは1週間でよし、僕これぐらい見ようと。でね、できれば週9コマは見ていただきたい。少なくとも。で、これね、通学の入門講座ですと、結構9時間ぐらいいるんですよ、1週間で。だからそれより少ないと追いつかないので、やっぱり週9コマぐらいは目安。さっき言った、例えば平日2コマ見ればね、もう10コマいってしまうんで、平日だけで。で、クリアするんですけれども、そういう形でやっていただけるとよろしいかなと思いますね。で、まあ、1週間の最後ですかね、土曜日の段階で、まあ、時間的に余裕があるのであれば、青本であったり、まあ、コレモンっていうね、前回のガイダンスで言ったように、条文ごとに担当の過去問をまとめたものがありますから、それを使ったものであったりとか、担当過去問集を利用して復習をしていただきたい。担当の問題は解く必要はないんですけど、解く必要はないんですけどね。で、この辺についてもまた具体的な勉強というのはおいおい言ってきますけど、問題解く必要ないです。いきなり解説読んじゃっていいです。で、これは理由があって、解くのはもっと後にいいのよ。もうね、1月とか2月ぐらいからで十分です。それまではそんなに解くことに集中するとかね、重点を置く必要はないと思います。でね、あとスケジューリングね、私よく言ってる日曜日は予備日にした方がいいですね。結構ね、最初の頃ってさっき言ったようにみっちりスケジュール組みたがるんですよ。なんとかうまくいくだろうということで、がっちりスケジュール組むんですけれども、組まなくていいです。開けていただいて、日曜日はちょっとゆっくりするぞみたいな感じで。ただちょっと勉強しなくていいわけじゃないよ。だから記録があるんだったらすればいいんですけど、最初からね、例えば6時間やるぞとかやってしまうと疲れるんで、だ日曜日に関しては予備みたいなスタンスでいていただければいいかなと思います。で、合格までじゃあどうやって今後スケジュールを立てていくかということなんですけれども、ここですね、ちょっとこの話をしたいと思うんですけれども、まあ皆さん大体7月に論文の必須があります。で、5月に担当試験があるんですけれども、まずここが重要です。担当試験から終わって論文試験の間で、ここで論文試験は一気に合格レベルに引き上げるようなイメージを持ってください。で、特に1年目の方は、なかなか私自身はごめんなさい、考え方としては確実に担当論文を突破するとなると相当労力は必要です。1週間に、平均的に私1週間に20時間の勉強時間を確保するというのがよく受講生さんの方に皆さんに言ってるんですけど、20時間だと多分確実に一発合格できるかというときついですね。で、今まで一発できましたと、本当に1年でいったよという方は結構平均すると30から40時間取れてます、通して。結構勉強時間やっぱりかかるんですね、本当に、なんですかね、確実に。だから受かった方が全員じゃないよ。もっと少ない時間で受かってる方いるんですけど、実際スマートの方でももうちょっと勉強し少なくて受かっているって方いらっしゃるんですけど、自分が教えた中で確実にね、要するに、この人は受かりそうだなと思った人ってやっぱ40時間以上取れてるんですよ。だからそれは大変だと思いますので。だからじゃあかといって一発合格が無理かといったらそうじゃないです。1週間20時間で無理かといえばそうじゃない。なので、こう試験戦略が大事、試験戦略が大事ということは、ここで一気に合格レベルに引き上げるとなると、ここまでには基本的な考え方を取得しておかなければいけません。なので皆さん、まずこれを目指しましょう。ですか。担当試験に挑むにあたって基本的な考え方はきっちり取得するというふうなことを意識していただければよろしいんじゃないかなと思います。で、じゃあ1年間の勉強というところ、じゃあそれまでですね、担当試験前まではどうするかというところで考えた時に、こんなスケジューリングを立ててください。5月の担当試験で、まだ5月って書いてありますけど、要するに5月の初めね、言ってしまえばゴールデンウィークぐらいですよ。ゴールデンウィーク明けから担当試験まではもう総まとめの時期ですから、ここで新しいインプットはほぼ無理です。もう時間的にも足りない。なので、じゃあそれまではどうバランスをとっていくかということですけど、重要なことは4法の学習です。もうここは特実衣装で、これが年内から1月までです。をしっかりやってください。担当も論文で、論文も。で、条約、著作、附教、いわゆる下三法に関してはいつ始めますかと言ったら、これは年明けで構わないです。
配信はかなり早めに始まりますけど、無視してもらって結構。で、論文の勉強、4本の学習の論文の勉強のがもういいやと、担当近くなってきたから。だからこれの勉強を下3本に置き換えるイメージを持ってください。ということは、それまではしっかりここをやってほしいところね。で、ここをしっかりやってないと、ここの勉強時間が取れないので、直前になっても。で、逆にここの勉強時間取っちゃうと、4本の学習がおろそかになってしまうんで、そこをちょっと注意していただきたいと。だ4法をやっぱりより確実にしていくということが非常に重要ということになってきます。結構ね、大変そうに見えるんですけど、1日の勉強時間とかもうまく細切れの時間を使ってほしいのよ、こうやって。ね、例えば、休日はね、5時間やるとしたって、例えば朝2時間、寝る前に2時間、昼に1時間やったら、もう5時間いくんだよね。平日も通勤とかの時間入れていいですよ、全然。全然構わない。通勤で30分。会社の昼休みちょっとだけやりましょう。30分。弁当早めに食べてね。お昼早めに食べて30分。帰りの通勤も30分。ってなったら、もう1時間半です、ここで。帰って1時間ちょっと、1時間半の勉強をすれば、もうこれで、平日は3時間確保です。ということで、1週間15時間、平日で。で、土曜日5時間やれば、これで20時間いくんですね。当然、これ以上やっていただくのはいいですよ。ただ20時間って、細切れにやればできるので。とは言っても大変。やっぱ仕事してるから大変ですよ。なんで、こんな形で、計算をしていただけるとよろしいんじゃないかなと思いますね。で、やっぱりね、どうしても、そうは言ってもね、なかなかね、勉強ペースうまくいかないです。で、この人もさ、平日は2時間、土日で5時間やろうと思ってるわけよ。思ってるけど、ね、いざやると月曜日1時間やったと。ちょっと忙しかったなと。火曜日飲み会入っちゃった。できなかった。で、水曜日、2時間やったと。もう木曜日残業でできなかった。金曜日、まだ飲み会入っちゃった。週末で。ね、土曜日、ね、もうやろうと思ったら家族サービスですよ。ちょっとあんた買い物連れてきなさいよと。言って、あれ？この人、これ1週間3時間しかできてない。20時間やるぞと思ってした人が今週3時間で終わってしまってる。ありえそうなスケジュールでしょ、これ。十分ありうるよ、こういうことが。最初はうまくいくと思うんだけど、やっぱ意外にうまくいかないので、だからそういう時はね、ここでスパッと切っちゃってください。どういうことかさね、週の途中までで学習をしっかり見直すことが大事。で、1週間で、ここまでで何時間いってるなという形で進めるような形でしていただく。例えばもうここでちゃんと8時間は取ってるかなとか。ということで、後半で挽回するようなイメージを取っていただければと思います。で、ここに関してはね、学習日記をつけていただきたいと思ってます。で、全体行動のレジュメに学習日記をつけるものをお配りしてますので、それで毎日ちゃんと時間をつけてください。勉強時間の可視化がすごく重要ね。勉強時間の可視化がすごく重要になります。で、あとは、じゃあ入門講座をやっていくということなんですけれども、まず予習をやっていただきたいです。いいですか。で、一応講座は予習、講義、復習と、このローテーションで回していただければ合格できるようになっています。で、予習についてはやることは単純です。テキストをざっくり読んでください。ざっくりでいいです。で、わからないところにはハテナをつけてください。ハテナだらけになっちゃった。 OK です。ハテナをどんどんつけてください。この時大事なこと、全部理解しようとは思わないでください。全部理解しようと思わない。ただ、講義を受ける前に知識ゼロではできるだけ挑まないでほしい。大事なことは大きな道筋です。どんな時間がない時でもざっとでいいです。ざっとで。じっくり読まなくていい。で、それで講義を受けてください。もうね、こんなに必死にやることないよ。 こんなに、もうこの人ね、おでこまで付箋貼っちゃってるけど、こんなに必死にやることないです。とにかくざっくりテキストを読んでください。で、入門講座で、それが終わった段階で今度講義についてになります。で、講義については、さっきハテナをつけたんで、そこを中心に受講すると。ね、やっぱ自分で疑問に思ったところ、そこを中心に受講してください。で、一応私も、テキストは一通りは目を通していただいてるかなという前提で話をしてますけど、ただ、分かってると思ってないです。見たなってだけの感覚ですので、一気に基本作るためにですね、全部読み合わせとか私はしないので、テキストは読んでいただければ分かると思ってますから。なので、テキストは一度目を通している前提で話をしますけれども、全く説明しないわけではないですね、当然。あとは、今理解しましょうっていう部分はしっかりお伝えしますので、そこをしっかり理解するようにしてください。
全部覚えようとしなくていいよ、ね、それが大事。全部覚えようとしなくていい。でね、まあ、できれば家でやってるときは法文書とか使いながらしっかり勉強するといいかなと。まあ、移動中のときは仕方ないけどね、スマートフォンとかで見てますっていうんであればいいです。まあ、ポイント、あとはポイントとしては、一旦家でしっかり見ていただいて、移動中スマートフォンで見るとかね、そう復習にもなるじゃない。そういうやり方もあるかなと。あとは、もうこれ大事。どうせ忘れます。どうせ忘れます。私が忘れるから。ということなので、どうせ忘れるって前提で勉強を進めていただいて、気楽にやっていただければ結構です。ただ、絶対覚えなきゃいけないことは言いますから、理解しなきゃいけないことは。そこを中心にやっていただければよろしいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、できれば家でやってる時はですね、私こういろいろ質問したりもしますので、この場合はですね、実際口に出して答えていただけるといいかなと。声に出して答えると、うん、講義中の質疑応答で、実際の生講義でも私するんですけど、生講義ってこう当てていくわけですよ。あなた答えて、あなた答えて。生って面白くてさ、当てるじゃない。その人は考えるんだけど、次の人言っちゃうともう考えてないのね。顔見たら分かるわけ。あ、終わったみたいな。でもやっぱ通信の人ってね、誰って順番はないですか。だからクイズ番組と一緒なの、イメージを。クイズ番組見ててさ、俺クイズ番組に参加できてないやと思わないでしょ、うん、それと一緒。やっぱクイズ番組って考えるじゃない。で、一緒にだからクイズ番組見てる感覚で一緒にやっていただきたい。で、声に出して回答することが口述試験対策になりますので、はい、そこをねしっかりと進めていただけると力はかなりつくというふうに思っています。あとはね、復習をどこまでするかということになるんですけれども、復習に関してはまず講義が終わった後に、何が今回分かったのかな、どういう講義だったのかなっていうのを軽く考えてみよう、うん、でこれね、即効性あります。前回言ったようにツイッターをやってる方はツイッターでつぶやいてもいいよ。今日これが分かったって。それだけで全然違う、うん、ね、まあ、それが終わった後にテキストをもう一度読んで、どこがポイントだったか、あ、ここを覚えとかなきゃいけなかったなっていう、それを理解してください。で、これ確実性のある効果っていうことになりますので、その即効性のある効果と確実性のある効果というのがあります。2つで、ここまで赤い線引いてますけど、ここまでを講義の終わったら、できれば1コマずつ復習でやってください。もしくは1日ごとで、さっき言った1週間ごととかでは可能であればこの辺をやってください。これもの分かる範囲での落とし込み、落とし込みって何ぞやってあるんですけど、これは講義の中で説明します。これを真面目にやるとめちゃめちゃ力つきます。これは、うん、これはもう合格者の方もよくやってるやつで、これをやっていただくとめちゃめちゃ力つくね。だからなかなかね、これできないですよ、きっちりは。大変、うん、それから、まあ、テキストの問題が出てますので、まあ、ちょっとチャレンジ的に解いてもいいかなと。できなくてもいいです、できなくてもいいです。あとはね、論文基本レジュメっていうのを合わせてお配りしているので、それを見てみる、見るだけで OK です。見るだけで OK、ね、やっぱり多くの情報に触れるってことが大事ですね。はい、なんでそのね、基本レジュメっていうのは、例えば特許法の進歩性について説明せよって、それしか書いてないわけ。それだけでブワーってね、見開き2ページ書いてるわけ、文章は。結構大変なんだけれども、その形式で今試験問題出ないんです。だから確認する程度で OK です。はい、自分でできる範囲を実行することが大事です。で、やっぱり最初の頃は分からなかったり戸惑うんですけど、分からないのが当然なので、うん、そこをしっかりと意識していただきたいなと思うんですね。分からないんだ、分からないから焦らなくていいんだよということになります。で、実際その予習復習のサイクルというところで、標準的に私が想定しているものは、予習は15分程度で結構で、まあ、講義1時間で、ね、60分で、復習も、まあ、60分かかるかかからないかと。で、これをぐる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 回すということで、知識がどん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 雪だるま式に増えてきますから、そこで合格に近づいていくと。で、しっかりこの講義のサイクルを回していただくということが大事になります。はい、なので特にその落とし込みっていう作業ですね。で、これが皆さん謎だと思うんですけれども、うん、こういうのは大変な作業なんですけど、これは週末にまとめてやっていただけるとよろしいんではないかなと思います。はい、で、あとは、ちょっとスマートとは関係ないんですけど、選択科目のことだけちょっとだけ軽く言っときますけれども、選択科目がある方、ない方いらっしゃると思います。で、選択科目に関しては、理系科目が解ける方は該当する科目の勉強をしてください。理系科目が解けない方は民法になっちゃうかなと。ただ、できるだけ早い段階でやった方がいいです。で、免除狙いをもし狙うとすれば、これ情報処理の技術者試験ぐらいかなと思います。うん、他の試験ちょっと厳しいですね。ネットワークが分かるのであれば、電気通信主任技術者というのも狙い目なんですけど、ちょっと難しいです。
なので、まあ、やるとすれば情報処理技術者試験、まあ、応用情報処理と呼ばれるものになるかと思います。はい、ということで、まあ、講義に関しては、まあ、予習、講義、復習っていう、このサイクルをきっちり守っていただく。で、予習に関してはテキストをざっと見て、分かんないところにクエスチョンマークをつけていく。で、実際講義でそのクエスチョンマークをつけたところですね、なんでこうなってるのかなって。で、クエスチョンマークつけても、多分私がそこ説明してないってことは、実は重要じゃないのね。うん、重要なことはちゃんとお伝えしてますから。ってことは、そこなかったってことは、多分試験に出ない。もしくは、みんな分かってないのどっちかです。なんで、あまり気にしなくていいかな。ただ、ハテナはつけとこう。ね、で、最後、復習です。ね、あ、こんなことやった、あんなことやったっていうのをこう反芻しながらね、やっていただくと。テキストにもう一度チェックをする。ね、これもんっていうのをね、使えば、条文ごとに過去問を見れますから。そこで、あ、こういう過去問が出てるんだっていう、早い段階で適用すると。やっぱ早めに適用するっていうのはかなり効果ありますからね。はい、っていうところで進めていただければと思います。というところで、まあ、今回はじゃあこのスマートね攻略コースを使ってどう合格するかというのも一緒に話をさせていただきました。是非皆さんね、頑張って来年の試験の合格を目指してね、一緒にやっていければと思いますので、また講義でもよろしくお願いします。はい、では今日はね、30分でしたけれども、どうもありがとうございました。じゃあまた頑張っていきましょう。さよなら。